はい、ズキです。ようやくというかやっとというか満を持してというか待ちくたびれたというかずっと噂されていた iPhone のスペシャルエディション iPhone SE の後継モデルが発表されました。2016年に発売されたこちら初代 iPhone SE からおおよそ4年ぶりにモデルチェンジするわけですが、名称は噂されていた iPhone 9でもなく iPhone SE 2でもなく iPhone SE 2020でもなく、はたまた iPhone SE X でもなく iPhone SE 括弧第2世代となっています。ただ iPad mini の第5世代も iPad mini 5という通称が一般名称化していると思いますので、このチャンネルでは iPhone SE 2、 iPhone Special Edition 2と呼称したいと思います。iPhone SE 2の Apple での発売日は2020年4月24日金曜日、予約スタートは4月17日21時なので明日からです。ストレージが3タイプあり、一番小さい 64GB モデルが税抜き 44,800円、税込み 49,280円、真ん中サイズの 128GB モデルが税抜き 49,800円、税込み 54,780円、一番大きな 256GB モデルが税抜き 6,800円、税込み 66,880円となっています。モデル名型番は A2296 で、通信事業者としてソフトバンク、au、ドコモの記載がありますが、4月8日から第4のキャリアとなった楽天モバイルの記載はありません。なお現時点でソフトバンク、au、ドコモが取り扱いを表明していて、3キャリア共通で予約が4月20日から、発売は4月27日としています。現時点でキャリアモデルの価格は開示されていません。それではいつものように時期的気になる5つのポイントを見ていきましょう。ポイントその1、 iPhone SE 2は中身が iPhone 11、 外見は iPhone 8。 iPhone SE 2は初代 iPhone SE の後継機種というより iPhone 8の後継機種、 iPhone 9といった方がしっくりきそうです。もっと言うと iPhone SE とは前世代の iPhone に新しいチップセットを載せたものという定義になるのかもしれません。ポイントその2、タッチ ID はあり、イヤホンジャックはなし。時節柄認証システムは Face ID ではなくタッチ ID が良いという方も多いのではないでしょうか。ポイントその3、チップセットに iPhone 最上位 iPhone 11シリーズと同等の A13 バイオニックチップ、第3世代のニューラルエンジンを搭載しています。この点が中身は iPhone 11と言われるゆえんです。ポイントその4、比較対象は iPhone SE 第1世代ではなく iPhone 8。 Apple は iPhone SE からのアップグレードポイントをアピールしていますが、性能的には iPhone 8と比較するのが妥当だと思います。ポイントその5、 iPhone 8からアップグレードしているのはチップセット、カメラ、通信速度、デュアルSIM 等々、細かく見ていくと結構しっかり進化しているのがわかります。それでは詳細をチェックしていきます。まず第1世代の iPhone SE とディスプレイサイズおよび仕様を比較すると、 iPhone SE 第1世代の解像度 1136×640 の4インチから iPhone 8と同等の解像度 1334×750 4.7 インチ True Tone テクノロジー採用の Retina HD ディスプレイに変更されています。その分本体サイズと重量も増え、第1世代の 123.8×58.6×7.6mm、 重さ 113g から iPhone 8と全く同じ 138.4×67.3×7.3mm、 重さ 148g となっています。なお iPhone 8で採用されていた 3D タッチはなくなり、 iPhone 11シリーズ同様触覚タッチに変更されています。触覚タッチも画面を長押しすることで 3D タッチと同じ挙動にはなりますが、個人的には押し込み方式の 3D タッチの復活を望んでいます。一番大きな変化となったチップセットについては iPhone SE 第1世代あるいは iPhone 6S が搭載している A9 から最新の A13 となっていて、 CPU で最大 2.4 倍、 GPU で最大4倍高速化されたと Apple は謳っています。ちなみに iPhone 8に搭載されているチップセットは A11 で、ベンチマークアプリ Antutu ベンチマークで計測したおおよそのスコアと比較すると、 A9 が20万前後、 A11 が35万前後、 A13 が50万前後となっていて、このスコアだけを元にすると iPhone SE 2は iPhone SE の 2.5 倍、 iPhone 8の 1.5 倍高速化、 Apple 的に言うとパワフルになっているということになります。ストレージについては
iPhone SE 第1世代にあった 32GB モデルがなくなり、64GB モデルと 256GB モデルが追加されているので、サブ端末として使う方からメイン端末として使いたいという方まで網羅していると言えると思います。続いてカメラ機能を見ていきましょう。背面カメラおよびその性能についてはシングル構成は同じですが、 F 値は 1.8 となり、光学式手ブレ補正機能とスローシンクロ機能が追加されています。 iPhone 8から進化しているポイントとしては、ボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード、6つのエフェクトを備えたポートレートライティング、 HDR のバージョンアップなどが挙げられます。ビデオ撮影については iPhone 8の機能に最大 30fps の拡張ダイナミックレンジとクイックテイクビデオ、そしてステレオ録音機能が追加されています。クイックテイクビデオとは、写真を撮っている時にシャッターを長押しするとビデオ撮影に切り替わる機能で、使い慣れるととても便利な機能だと思います。フロントカメラについてもボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード、6つのエフェクトを備えたポートレートライティング機能が追加されていますが、その他は iPhone 8と同等性能と言えます。ではディスプレイサイズとカメラ性能を iPhone 11と比較するとどうでしょうか。 iPhone 11のディスプレイサイズは 6.1 インチ、解像度 1792×828ピクセル のリキッドレティーナ HD ディスプレイで、アウトカメラはデュアル仕様となっているのが大きな違いです。カメラの性能的にはナイトモードや自動調整機能などが11と SE2 の相違点で、ビデオ撮影については拡張ダイナミックレンジが11の最大 60fps に対し SE2 が 30fps となっている以外、シングルカメラ部分についてはほぼ同性能と言えます。フロントカメラについてはだいぶ iPhone 11に分がある高性能であるということがわかります。自撮り写真が多い方やフロントカメラで動画を撮影することが多い方は、迷いなく iPhone 11シリーズを選ぶべきという感じでしょうか。通信方式について iPhone 8、iPhone SE、iPhone SE2 と比較すると、 SE2 ではギガビット級 LTE とともに 11AX、Wi-Fi 6 に対応しているので、このあたりはチップセットに次ぐ大きな更新ポイントだと思います。 Apple では第1世代 iPhone SE に比べ、第2世代 iPhone SE2 ではモバイル通信で最大 6.5 倍、 Wi-Fi 通信で最大 2.7 倍通信速度が向上しているとアピールしています。その他 iPhone SE 第1世代にはなかったフェリカ、お財布携帯にも SE2 では対応していて、さらには iPhone 8にもなかった予備電力機能付きエクスプレスカード機能も備えているのはなかなか高ポイントと言えそうです。予備電力機能付きエクスプレスカードとは、 iPhone XS シリーズおよび iPhone XR 以降に追加された機能で、仮に iPhone の充電が必要な状態になっても最大5時間までは予備電力機能付きエクスプレスカードとして Suica などが使える機能です。その他ステレオ再生に対応したり、ドルビービジョンと HDR10 コンテンツに対応、気圧センサーを搭載するなどしていますが、このあたりは iPhone 8と同性能です。iPhone SE2 のバッテリーについては iPhone 8とほぼ同じ駆動時間とありますが、 iPhone 8を見ると iPhone 7とほぼ同じバッテリー駆動時間とあるので、ここはあまり進化してない感じですが、チップセットが向上した分同等なら上出来という見方もあるようです。そして結構残念に思っている方も多いと思われるのがイヤホンジャックですね。 iPhone SE 第1世代には下部にあったイヤホンジャックが、 SE2 では iPhone 8同様オミットされてしまっています。SIM については iPhone SE2 は eSIM とのデュアル SIM となっているので、このあたりは楽天モバイルの eSIM を使って検証してみたいと思っています。 iPhone 11との相違点をさらっと確認すると、大きさは結構違いますね。重さが 50g 違うので、このあたりは大きな差と言えそうです。防塵防水性能は SE2 の IP67 等級に対し、11が IP68 等級と水深 2m まで対応と謳っていますが、普段使いする分には同等と言っていいかもしれません。その他細かな点では、通信面で iPhone 11シリーズにはあった空間認識のための超高帯域チップ、ウルトラワイドバンドを SE2 は搭載していません。このチップはエアドロップ機能で正確な位置を把握したり、将来的には紛失防止タグでも使われるとされている機能なので、将来的に見ると残念ポイントになるかもしれません。もう一つ個人的に思う SE2 の残念ポイントとして、カラーバリエーションが赤白黒の3つしかないという点があります。11が倍の6色展開ですので、ちょっと寂しい気がしますが、これについては YouTube のコミュニティ機能を使ってアンケートを取っていますので、よろしければご参加ください。
ということで、新 iPhone SE、iPhone SE 2について性能面を中心にチェックしました。まとめとして、どんな人が買うべき、あるいはスルーすべきかですが、これまで iPhone SE を使ってきた方や iPhone 7S 以前のモデルを使っている方が買い替え対象になると思います。価格面で上位機種の iPhone 11と比較すると、ストレージごとに各モデル3万円の差がありますが、チップセットが同じで3万円安いというのは SE2 のコスパの高さの表れだと思います。ですので、自撮りなどの写真を多く撮る方は iPhone 11がおすすめですし、写真や動画撮影にはあまり使わない方やこだわりがない方は iPhone SE2 がおすすめです。iPhone 8を現在使っている方はそのままでもいいのではないかと思いますし、おそらく iPhone 8以前の iPhone はこれからだいぶ安くなると思いますので、より安くなったこれらの端末を狙うという手もあります。初代 iPhone SE のこの形やサイズ感がいいんだよという方は、大事に iPhone SE を使いましょう。より高性能な最新モデルがいいという方は、あと半年ぐらい待って iPhone 12を買いましょう。ということで、この動画がスマートフォン選びの参考になれば幸いです。私の方でも実機を購入していろいろと検証する予定ですので、ぜひチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なガジェットについて、少し真面目な検証からちょっとふざけた実験的なことまでやっております。毎週平日の月曜日夜8時半からは YouTube ライブ、ライブ配信もしていますので、お時間が合う方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。